ケルン S バーンは、ノルトラインベストファー練習の S バーン交通網の南側部分であり、運用範囲は、ラインジーク運輸連合領域に及んでいる。2005年から、この S バーンシステムは、DB レギオが S バーンケルンと明示して、他の文献では、ラインジーク S バーンとも表示されている。S23 系統を除外するすべての系統列車は、幹線である。 ケルン・ハンザリング・ケルン・ミホンシーコール、ドイツ区間に運行されており、区間の両端には S バーン用との高架線路が設置された。S12 系統の市街区間と S23 系統の場合を除いて S バーン列車は平日には20分間隔で運行されている。現在ケルン S バーンの系統は次のように運営されている。ラインルール S バーンの S6 系統は、 ケルン S バーンの相当な部分と重なっている。普通列車系統である RB25 は S バーン路線網の部分とみなされている。RB23 系統は S23 系統と直通運転で連結されている。1975年6月1日に S11 系統がまず、ケルン・コルバイラー・ベルギッシュ・グラートバッハ区間で導入された。 S バーン列車運行のための電力供給施設はケルンミュールハイムベルギシュグラートバッハ区間で備えられた。ケルンロンゲリヒ駅から S バーンの新線が分岐してヒルバイラー町へ続く。1977年5月 S11 系統はヒエルバイラー北駅まで延長された。初期には141系電気機関車とプッシュプル方式の N 客車が投入された。 ベルギッシュグラウトバッハ駅で待機する S11 列車線1984年にシティバーン系統が配線機器に瀕したケルン軽くオーバーラト線、オーバーラトディーリングハウゼン区間及びディーリングハウゼングンマースバッハ区間に導入され、218K ディーゼル機関車と改造された N 客車がオレンジ色、開白色のポップ配色の塗装で運行された。 シティバーンの試験運営の成功は、非電化 S バーンの計画に影響を与えた。1980年末まで S11 系統は、ケルン・ボリンゲン、ノイスの経由でデュッセルドルフまで延長された。当時に X 客車と111系電機機関車が新たに投入された。1985年6月2日に S バーンのコルヴァイラー線がボーリンゲン駅まで延長されて、 S11 列車はノイス駅まで走行することとなった。1985年3月ホーエンツオレルン鉄道橋の拡張工事が開始されて2本の線路3.5メートル幅の人道、自転車道が追加で建設された。工事は1989年に完了して日本市イコールドイツ駅で拡張された S バーン乗降場と連結された。 1990年5月にケルン・ハンザリング駅がケルン都市鉄道の乗り換え駅として開業された。1991年6月2日に S6 系統がケルン・ハンザリングまで延長された。S12 系統は通勤列車路線としてケルン・ニッペス・アウ区間で開業された。アウジー・イゲン区間で S12 列車は普通列車に転換され、続いて走行した。 S6 系統及び S11 系統には111系電気機関車と X 客車が投入され S6 系統は後で143型電気機関車で運営された2000年5月から423型電車が S12 路線に段階的に既存の車両を置き換えたケルン空港駅で停車する S13 列車ケルンアーヘン線の高速化とともに S バーン観光線が ハンザリング・デューレン区間に建設された。2002年12月15日に、デューレンとケルン・メッセ、ドイツ駅の間で S13 系統が新設された。2003年に、多数の自ク船乗降場が高く改修されて、観光船はフィングスト分岐点とシュタイン町の区間に建設された。2004年6月に、ケルン空港船の開通で S13 系統は、 ケルンボン空港駅を経由して、トロイスドルフまで延伸された。2005年8月ケルン世界青少年の日のきっかけに、ドイツ鉄道は、路線案内及び時刻表に、2008年から車両にも、ケルン S バーン表示を使用している。2009年12月にラインルール S7 系統が廃止されて、S11 列車は、デュッセルドルフ空港まで走行することとなった。 2014年12月から S13 列車はラッシュの時間帯に S19 列車としてホレムヘネフ区間で運行されていた S13 系統はケルニエーレンフェルト駅まで延長された2015年12月に S12 系統と S13 及び S19 系統の西側路線の終着駅が交換されて S19 列車は 平日60分間隔でヘルヒエンまで走行した。2020年12月に S13 系統は既存の S12 及び S19 系統に吸収された。トロイスドルフトボン・オーバーカッセルの間が S バーン路線網に編入されると S13 系統が復活する予定である。ありがとうございます。